疲れ様です。ポンです。本日2本目の動画になります。はい、それで今日の話は昨日の今週一家のこうちゃんの話の続きをしたいと思います。こうちゃんはまっちゃんの血のつながったおじさんです。そのこうちゃんだと関東のある組織の人たち、その人たちとまあ言い争いになって、自分がたまたまその席に居合わせて、まあ自分が止めた形になったんですよ、その言い争いをね。昨日はそこで終わってるんですけどね。その時にその関東の組織の人にね、オタク誰っていう風に聞かれたんですよ。で、自分はいやいや、たまたま自分はこの人と、まあそのこうちゃんを指さしてね、この人と話をしてたと、ここで。そしたらオタクらが来て言い争いになったから、警察来てもダメだから、止めただけやと。だから何も関係ないと。まあそんな風に言ったんですよ。逃げ切れんねやったら逃げ切ろうと思ってね、そのトラブルから。その関東のある組織の人がね、自分に、内容も分かってねえのに、いち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 横から口出してんじゃねえよ、みたいなね。そんな言い方されたんですよ。そしたら、こうちゃんがね、悪いこらえと。俺の客に何やらそうに抜かしとんじゃこらえと。勘違いしとったらなんだこらえっつって。まあ、こういうふうにもう喧嘩をして、バーって言い出したんですよ。そしたら関東の人も、何この野郎と。外部者が横から口出してきたから、言ってるだけだろこの野郎と。こいつが口出してこなかったらこんなことなってねえんだよこの野郎みたいなね、こと言われたんですよ。だこいつが呼ばれされたから、自分も腹立ってきてね。なんで俺にこいつ呼ばれされなかんのじゃこらと。お前誰やねんこれってこうなったんですよ。そしたら、顔見知りの人が一人出たんですけどね。その関東の組織の方に。で、その人が、間に入って話するんですかと。どうするんですかと。まあ、こっちも言い方は良くなかったかもわかんないけど、話入るんですかと。まあ、そんな風に聞いてきたわけなんですよ。まあ、話入るも入らないも、自分は、こうちゃんサイドなんですよ。でも何か中立な立場的な感じにもなってるんですよ。空気的には。その顔見知りの人がいてるからね。でも喋ったことはないんですよ、その人と。それで、こうちゃんがね、自分に、じゃあポンちゃんちょっと簡単に説明するよと。わしには、大事な大事な、命より大事な、大木屋の社長がいてると。大木ってあの木のね、大木の会社の社長がいてると。その社長のとこから、400万円の木を買ったんやと。この関東の組織の関係の人がね。それで、金が200万しかついてなかったと。で、木がすぐ売れるから、売れたらあと200万すぐ渡しますよっていう約束だったと。でも、待てど暮らせど、その残り200万が払われへんと。で、どうなってるんやっていうことを、最速に電話を入れたと。その社長がね。そしたら、その木を大工さんに売ったと。でもその大工さんが支払いしてくれへんから困ってますと。いう答えだったらしいんですよ。大工さんってどこの大工さんですかと。その、こうちゃんの先の社長が聞いたらしいんですよ。どこどこの大工さんやと。いうことになって、大工さんのとこに、こうちゃんが追い込みに行ったわけなんですよ。その、社長に頼まれてね。こうちゃんが追い込みに行ったんですよ。そしたら、何を言うてるんですかと。現金でお金は渡しますよと。でも、もらってない言うてるぞと。だから、木持って帰るから、その木はどこにあるんやと。まあ、そんな風にこうちゃんが聞いたらしいんですよ。そしたら、大工さんがね、もうその木は、あるお金持ちの大きい家に使ってると。だから、もうないですよって言い方されたらしいんですよ。そしたら、こうちゃんは、嘘つけこらと。あるやろと、出さんかいと。だから、ほんまに、家に使ってると。どこの家じゃ見てくるっちゅうてね。どこどこの家やと。その大工さんが教えたらしいんですよ。だから、こうちゃんはその後の家に行って、そしたらまだ建ててる途中だったらしいんですよ。その家がね。で、こうちゃんが、まあ、若い衆なのか、誰か使いっぱしりなのか、ちょっとわかんないんですけど、2、3人連れて行って、これめくって取れと。この木を持って帰ると。こんなもん黙って指くわえて見とけるかと。取れって言って。でもそこの家の持ち主が、たまたま来たのか、
誰かが読んだのかちょっとわかんないんですけど、もう待ってくれと。この木はずっと探してた木やねんと。この木がどうしてもいると。だから、外さんといてくれっていうようなことを言ったらしいんですよ。こうちゃんは分かったと。でも、うちはお金もらってないんやと。お宅払うんかと、そのお金は200万と。そしたら、大工さんと相談して、きちんとさせてもらいますっていうことだったらしいんですよ。それで、こうちゃんは持って帰るのをやめたんですよ、その木をね。でも途中まで、もう、バールでこじてるらしいんですよ、それをね。それで、もちろんクレームが入るんですよ、大工さんが。何してくれてるんですかと。自分はお金払ってるじゃないですかと。こっちはもらってないからもらってないんやと。そしたらもう、向こうとやってくれと。その話は。こっちは関係ないでしょと。うちは払ってるんだからと。で、領収書も見せてきたらしいんですよ。払ってると。それも600万ぐらいで買ってるらしいんですよ、大工さんは。何かものすごくいい木だったらしいんですよ。ヒノキのね。何百年とか、なんか、よくわかんないんですけど、だからいい木だったらしいんですよ、それが。そしたらね、こうちゃんの先の会社の社長のところにね、関東のある組織から電話がかかってきたと。それで、大工さんのところに行った人間誰ですかと。その人間と喋らせてくれと。こうちゃんのことですね。で、こうちゃんが電話かけて喋ったらしいんですよ。そしたら、窓口は私らがしますと。だから直接、大工のとこにも、家を建ててる人のとこにも、行かないでくれと。話はしないでくれと。こっちで、お金の後の残金の話はさせてもらいますと。だから行かないでくださいねっていうことを言われてたらしいんですよ。で、いつ金つくねんと。まあ、こうちゃんは冷たらしいんですよ。その、感度のある組織の人を冷たらしいんですよ。そしたら、しばらく時間が欲しいと。必ずお金はしますと。でも、こうちゃんは、礼金が欲しいから、お金が欲しいから、その社長からね。もう、今日にもお金が欲しいわけなんですよ。今日中に金つけてくれと。でも、ちょっと待ってくれって。まあ、関東の組織の人は、言ったらしいんですよ。で、まあ、一旦電話そこで終わって。でも、こうちゃんは、家を建ててる人、そこの電話番号を調べてね、電話かけて、ちゃんと金払ってくれよと。そうしないと、会社が潰れると。あの木を売った社長、首くぐって死ぬぞと。あごの家は一家心中すると。そんな曰くついた木の家でおたくらは住めるんかと。どうするんやって言って、200万取ったんですよ。その家から。でも、こうちゃんは悪いから、その関東のある組織の人には、そのことを言ってないんですよ。関東の組織の人に、金まだかい、金まだかいと、こうちゃんバン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 言うわけなんですよ。それで、関東の組織の人が、とりあえず100万円だけって言うて、100万円振り込んできてるんですよ、こうちゃんに。その後ね、そのこうちゃんが、家を建ててる人から、200万取ってるってことが、関東の組織の人の耳に入ったんですよ。で、お宅200万受け取ってますよね、と。20ドルする気だったんですかってこう詰められたわけなんですよ。そしたらこうちゃんは、その200万は、お願いされて、あの木を持って帰れへんだ。謝礼やと。だから、お前らには関係ないやろっていう言い方なんですよ。関東の組織の人からしたら、喋らないでくれって言いましたよねと。窓口はこっちやって言いましたよねと。何を勝手なことしてるんですかと。こっちのメンツが潰れてますよと。ましてや、20ドルするようなことしてるんですかと。まあそういうふうに言ってきたらしいんですよ。それでこうちゃんは、あのなと。メンズの話すんねやったら、あと100万、払ってから言わんかいと。中途半端な金しか振り込んでこんと。何抜かしとんねん、こらと。じゃあ会いましょうかっていうことで、東京で会ってるんですよ。まあそんな感じで、こうちゃんに説明受けたんですよ。自分はね。で、自分からしたら、いや、こうちゃんの方が悪いなと。正直思ってるんですけど、まあでも、向こうの肩を持つわけにもいかないからね。ああ、なるほどねって、こういうふうに言ったんですよ。そしたら、向こうの人が、100万円パンって置いたんですよ。で、これで、メンズの話、できますよね、と。どうしてくれるんだよ、と。まあ、そういう感じでね、こうちゃんに言ってきたんですよ。で、これ、こうちゃんどうすんねやろ、と。自分はね、まあ、見てたんですよ。そしたら、ポケットからね、指出して、ポーンって掘って、これでいいか、と。飛び越えて、おたくらのメンズ潰したって言うんやったら、これでいいか、と。
手で指ポンポンって掘ったんですよ。で、誰が指の話をしてるんですかと。しかもこれ誰の指ですかと。誰の指でもいいやろと。おだごらのメンツがこれで立つなら、指でいいんじゃないのって。そしたら、指一本の話じゃないでしょ、これは、と。向こうがまたそういう風に言ってきたんですよ。いや、その前に誰の指かって、そこを話した方がええやろって自分はまあ思ったんですけどね。そしたら、またもう一本。指、ポンって。これでええやろ、と。死ぬ指にするんだ、この指、と。これで話終わる違うか、と。言ってその100万円をパンって取って、胸ポケットにパッて入れたんですよ、こうちゃんが。で、金取るかと、自分は。その金取るんかと。ちょっとびっくりしてね。そしたら向こうの人も、その金を持っていくのかよと。当たり前やないかいと。前も言うだろうと。家を建ててる人間の200万と、この200万は別やと。金は金でもらうかなと、当たり前の話やと。そしたら、その関東のある組織の人がね、喧嘩売ってんのかこの野郎ってこうなったんですよ。ずっと黙ってたね。親指だけしか指残ってない人ね。その人が、この指を死に指にするんだ、こら言うてね。懐に手を入れたんですよ。いきなり、何も言わなかった人がね、いきなり大声でね、この指を死に指にするのかよって言うてね、懐に手を入れたら、みんなびっくりしたんですよ。びっくりしないのは、こうちゃんだけなんですよ。で、これ、勢いで道具出して、弾くん違うかと。こんなとこ、えらい場面に立ち会ったなと思って自分ももうイエーイなと思ったんですよ。そしたらこうちゃんが待てと。で、向こうもこれやられるなと。下手したら弾いてくるなって思ってるんですよ。そこでまあ向こうの人が、その100万円は返してくれと。こっちも立場がないと。でもこうちゃんにしてみたら指でええやなと。指で十分あんたらの顔が立ったやろと。この人間は、わしの兄弟分やと。わしの兄弟分が、わしのために詰めてくれた指やと。別にわしの指は思っとったらええがなと。それでいいん違うのと。言ったらまあ関東の組織の人も、そこで100枚のことで喧嘩になっても、で、つまらないから。それで指2本受け取って、話終わったんですよ。それでまあ向こうの人そのまま帰っていったんですよ。そしたら、こうちゃんがその指4本詰めてる人ね、その人にそのまま裏剣で顔面バチン殴ってね。お前なんでそこで止まったんじゃと。道具まで出せ言うたやろっちゅうて怒ってるわけなんですよ。道具出すとこまでやれよっていう打ち合わせになってたらしいんですよ。で、その人はすいませんすいませんっつって謝ってるんですよ。で、こうちゃんはそれでもむしゃくしゃ怒ってるわけなんですよ。お前アホだよね。道具出さんとどうするんじゃいと。そこまでやらんがいっつってビビっとんがいと。で、自分がこうちゃんに、それもしねって、向こうが、はじかんかい言うたらどうするんですかと。ポンちゃん止めてたやろと。ポンちゃんが、いや、あかんと。やめとけと。はじいたらあかんっつって、止めたはずやと。だから、ポンちゃんに追ってもらったんやと。俺が、止められへんやろと。いかんがいやれって、俺は言わなあかんと。でも、ポンちゃんは、第三者的に座ってるわけやんと。だから、ポンちゃんは止めるはずやと。弾くなと。やめとけと。もっとええ話しようって、必ず言うたはずやと。だから、ポンちゃんに追ってもらったんやと。まあ、ここまで呼んでるわけなんですよ。こうちゃんは。怖い男なんですよ。はい。まあね、こうちゃんの話はね、ほんまに山盛りあるんですよ。もうむちゃくちゃね、いろんなことで巻き込まれるんですよ。この人に。まっちゃんが懲役帰ってきても、むちゃくちゃ巻き込まれるんですよ。まあ、こうちゃんは、そんな恐ろしい男です。はい。ということで、今日の話は、この辺にしたいと思います。